美味しいですね王道的な感じなんですけど、はい、これですね、止まんなくなりそうな感じ、はい、うん、美味しいですよ、ね、うんうんうん、じゃあ試してみましょう。フレーバーもちょっと鉄分的な要素があって、でスモーキーで美味しいですこんにちは、江ノ鷹広報の川端です。本日はソムリエ、ワインディレクターの田辺浩一さんにお越しいただきました。はい、田辺浩一です、よろしくお願いします。田辺さんはセミナー講師のほか、レストランでのドリンクアドバイザーやワインを中心とした執筆、監修、プロモーションなど幅広く活躍されているワインディレクターでいらっしゃいます。 X や Instagram などの SNS でも身近なお菓子や食品などのワインとのペアリングをご紹介しておりまして、私もフォローしていつも楽しませていただいております。今日は江ノ鷹で一番売れているオーストラリアワインピーチピアと、スーパーやコンビニで買えるおつまみやお菓子、スナックなどをご用意させていただきました。6種類すべてテイスティングしていただいて、この中からベストペアリングを探していただきたいです。おお、いっぱいありますね、ワイン、はい、すごいすごいラベルですね。なんかこれ初めて飲むんで、はい、めっちゃ楽しみです。ピーチピアのワイン今回初めて飲まれるということで、はい、なのでじっくり楽しんでいただけたらと思っています、うん、で1000円台のワインでして、このヒゲのおじさん、ピートおじさんが目印となっています。でこのピートおじさんというのはワイナリーに実在した人物がモデルになっているキャラクターでして、ワイン作りに情熱をかけるおじさんといって、うん、ワイナリーのシンボルになっているんです。よく見るとヒゲの中にブドウが、ヒゲもすごいし目もすごいですねはい、はい、そうなんです。ちょっとなんかこれもいいですね、はい、そうなんです。気づいちゃいましたか。はい、気づきました気づきました、ね、はい、今キャンペーンをやっていまして、このピーチピアのワインをお買い上げいただくと、こういったシールをプレゼントしておりまして、夏っぽくちょっとデコってみました。夏っぽいですね。はい、一枚どうぞ。いいですね、はい、ありがとうございます。この後テイスティングしていただくんですけど、その前に簡単にピーチピアのご説明をさせていただきます。ピーチピアはニューサウスウェールズ州マレーダーリングを拠点とするワイナリーです。地図で見ると右下、オーストラリアの中でも南ですね。ピーチピアでは大地を愛し、畑仕事には手を抜かないという信念のもと、自然環境、人、次世代に配慮したサスティナブルなワイン作りを行っています。フレッシュでピュアな味わいを生み出すピーチピアですが、そのコストパフォーマンスの高さも人気の理由の一つとなっています。普段からいろいろなワインを楽しんでいる田辺さんに今日は飲んでいただけるのがとても楽しみです。はい、楽しみですね。マレーダーニングはね、まあ、温暖で、まあ、ブドウもねよく熟して生産量も、まあ、品質も安定してるんで、はい、そうですね。ピーチピアも高いクオリティで手に取りやすい価格のワインとなっています。それではテイスティングに移りましょう。ピーチピアのワイン初めて飲まれるということなので、まずは順番にテイスティングしていただきます。ソーヴィニョンブランからいかがでした？やっぱソーヴィニョンブランらしいですね。柑橘系の香りがあって、グレープフルーツとかレモンとかライムのそのフレッシュ、まあ、柑橘の香りがやはり中心にありながら、綺麗なハーブ香でちょっと貝殻っぽいですね。そういったミネラルのニュアンスね。味わいはちょっとクエン酸っぽいというか、柑橘系の酸味があって、非常に爽やか で酸味も中盤から余韻まで綺麗に伸びていく印象で、余韻にちょっとこう塩味がね伴うような、柑橘フレーバーとハーブのニュアンスが余韻にこう広がる、非常にフレッシュで心地よく、よく冷やして飲みたいような白ワインです。ではピノグリージョはいかがでしたか？はい、ですね、外観はグリの色調でシルバーの非常に若々しい印象です。で香りは穏やかですけども、フレッシュな爽やかな印象と少し熟れたフルーツのニュアンスがあって、でほのかに白い花の香りが穏やかに広がってきます。で味わいは滑らかな印象がありながら、酸味は、若干生き生きとしているんですけども、フレッシュ感とこう滑らかさ、旨味ですかね、こういったこうコクのあるような印象があって、若干アフターにはほのかな苦味が伴って、フレッシュの中に味わいの深さっていうんですかね、そういった部分も感じられるので、よく冷やしてもいいですし、ちょっと温度が上がってきても美味しく飲める、まあ、そういった白ワインかなと思います。白ワインの最後ですね、シャルドネ、はい、シャルドネはですね、少しだけですねイエローの色調がはっきりとしている中に若々しさも感じられます。香りはですね、深みがある熟れたフルーツとフレッシュなフルーツが、まあ、同居していて、爽やかだけじゃなくて果実の凝縮感が感じられて、少しだけ香ばしさっていうんですかね、そういった部分もあると。味わいは滑らかで
酸味もこうフレッシュな若さがあるんですけど、どちらかというとしなやか でアフターは非常にまろやかな印象があって、最初の一口目はちょっと冷やしていって、ちょっとですねグラスをこう中央ぐらいのグラスにして温度を上げながらまろやかさをこう楽しんでいただきたいというような、まあ、そういった白ワインです。次ピノノワールどうですか？はい、ピノノワールらしい感じですね。ラズベリーレッドで明るい色調で、まあ、輝きがありながらこうツヤも感じられて、で香りははっきりとしてですね、華やかさがあって、まあ、赤い果実のチャーミングさっていうんですかね、そういったニュアンスがあるので、ほのかにこう紅茶とかこうシナモンの香りがあるんですけど、やはりですねフルーツ、赤い果実の香りが中心にあるという、そういったワインですね。味わい果実感がやはりより豊かで、香りに感じたイチゴとか、まあ、ブルーベリーとかラズベリーとかですね、そういったフルーツの、ニュアンスが、まあ、最初からこう広がってくるような、でテクスチャーがすごく綺麗で、タンニンが非常にこなれてしなやかで、綺麗な酸が中盤から伸びていって、テクスチャーがこう滑らかで心地よく、少しその紅茶とか、まあ、甘いスパイスのフレーバーと果実感が容易に広がっていく、まあ、そういった赤ワインです。次シラーズいかがですか？シラーズはやや深い色で、まあ、シラーズらしい紫の色調のこうちょっと青みがあるっていうんですかね、ブドウの凝縮感も外観から感じられます。で香りがはっきりとしていて深みがあって、黒いフルーツ、ブラックチェリーとかで若干メントールとかユーカリのような香りがあって、まあ、ミントのこう清涼感とともに凝縮した黒い果実のニュアンスが、これがちょうどいいバランスで、香ばしさとかですね、そういった部分を感じる赤ですね。味わい果実の甘さが最初から感じられていて、タンニンが緻密でややしっかりとしているんですけども、果実の甘さの中にこう溶け込んだような印象で非常に心地よく広がっていきます。アフターにちょっとスパイス感がより強く出るんですけど、ロースト感とかですね、そういったのを感じる、まあ、食材なんかとは非常に相性が良くて、飲み応えも十分で、まあ、これ一杯でも楽しめるし、おつまみと一緒に合わせて楽しめる、でグラスもちょっと大きめにして香り広げてあげて、飲むといいんじゃないかなというふうに思います。最後ですね、カブレンソーヴィニヨンでしょうか？外観がですねダークチェリーレッドなんですけど、色が本当に美しくツヤのある感じ、香りもですねはっきりとしていて深みがあって、なんかカベルネソーヴィニヨンらしい感じ、いわゆるその果実香にプラス森というか、ね、ちょっと針葉樹というか、そういった香りが感じられるので心地よい香りで、そこにロースト香とか若干樹脂のニュアンスとか、まあ、ナツメグとかですねニュアンスも感じられるということで、結構複雑性が強いなというふうに感じます。味わいですね、まず最初にはフルーツの甘さ、それはカシスとかブラックチェリーのコンポートのようなニュアンスですね。果実、タンニン、酸のですねバランスが非常にしっかりとしていて、飲み応えがねあるというような、まあ、そういった赤ワインだと思います。ではペアリングに移っていきますが、ソーヴィニヨンブランからどうですか、ね、はい、うん、やっぱりポイントは他にはないハーブ香と、はい、まあ、爽やかな、まあ、味わいって、はい、考えるとですよね、ちょっとグリーンな感じがあるっていうのが、まあ、いいなっていうふうに思いまして、はい、であとはまあ甘みがそんなにない、強すぎない、はい、ちょっと塩っ気があるような感じがいいなというふうには思っていまして、はい、まあ、これサラダって書いてあるんですけど、はい、これはい、じゃがりこのこのサラダ、ちょっとグリーンな感じですね、はい、ちょっとパセリとかね乗ってて、これは合いそうな感じがして、はい、これサラダって書いてあってるんで、はい、あのこれもいいかなっていうふうに思ってまして、はい、これかな、はい、はい、まあサラダ、はい、グリコさんの岩塩し、ね、合いそうです、はい、はい、これ合いそうですよね、だってこんな感じでやってみます、じゃあ、はい、はい、うん、おいしい美味しいです、うん、香りの時点でもう合ってる感じがしますけど、うん、あ、いい、いいです。風味が合ってるんです。塩っ気とワインの塩味っていうんですかね、味わいのこう強さっていうんですかね、強弱関係も合ってて、で野菜のフレーバーが、まあ、ワインのフレーバーですかね。に同調している、まあ、同調系ペアリングと、ちょっとまあもちろんワインとこのスナックなんで若干味わいが違うところも含めて、味わいにこう複雑性も出てきて、美味しいと思います。爽やかな感じとよく合ってると思いますよ、はい、進んじゃうかもしれないですね、はい、これ、うんうん、これも、はい、いきますか、はい、うん、うん、
いいですね。まあ、ワインにはないところでちょっと香ばしさなんかもあるんですけど、まあ、それがそれでちょうど補完するっていうんですかね、柑橘系とその香ばしさで風味が補完されていて、であとフレーバーの中のちょっとまあ塩味だったりとかこう爽やかな味わいの風味の印象というのは、まあ、ワインと の同調もありますんで、まあ、違った感じのマリアージュとして美味しいですね。ちょっと補完していく感じ、まあ、ワインがこう補完していくような、まあ、そういったマリアージュですね。はい、はい、じゃあ次はピノグリージョどうですかね。どれと合わせてみましょうか。ピノグリージョって結構あれなんですよね、万能なところもあるので、ピノグリージョなんで、はい、ピノグリじゃなくてグリージョですからね。グリージョといえばイタリアとか例えば海感があるっていうんですよね、あの潮風というか海のニュアンスなんかを感じるんで、これかな、これですよね、チータラですよね、はい、チータラ、はい、チーズタラ2つあるんですけども、はい、まあ、チェダーの方ですかね、はい、ジャストパックチータラ、うん、はい、チータラですね、はい、うん、美味しいですねチータラ自体が、うん、はい、美味しい。あ、やはり魚のね味わいがよく出てきて、味わいとあとテクチャーのこの柔らかさも本当にスムーズで、フレーバーがすでに合ってる感じがするんですよ。ワインの若干のその塩というかそういったニュアンス、チーズはクリーミーな感じがあるんですけど、ピノグリージョの果実感とこう柔らかさですかね、ソフトな味わいっていうのも合っていて、ワインにある塩味うまみがこの、まあ、チーズタラによって吸着されてこう味わいが引き出されるような感じがして、合わせることでこう同調しつつ風味がこう広がってますで、同じ方向を向いてる感じはすごくするんでよく合うと思いますんで、はい、試してみてください。ありがとうございます。あ、いいですね、うん、合います。合いますよね、はい、うん、美味しいです。美味しい。次、シャルドネですね。シャルドネね、はい、包容力ありますからね、シャルドネね、爽やかすぎない感じの方がね、いいです。だから軽くなりすぎないというんですかね、そういうような、逆にでも香ばしすぎてもダメみたいなところもあるので、赤に合うようなね、あの食べ物もあるんですけど、はい、王道的な感じなんですけど、はい、これですね、コンソメカルビーさんのパンチ、コンソメパンチポテトチップスです、はい、では、はい、美味しい止まんなくなりそうな感じ、はい、うん、美味しいですよ、うんうんうん、定番のさすがです、コンビニお菓子って感じですよ、うん、すごい香ばしさと旨味と塩味、いいですね本当に、あの、うん、旨味があって、はい、コクがあって、シャルドネにちょっと香ばしさがあるというか、若干なんかスモーキーさとか、はい、香ばしいニュアンス、あんまその強くではないんですけど、はい、奥にそういったニュアンスが適度にあって、あの相性がいいし、シャルドネの味わいのコクとかと、あのコンソメの味わいとか、はい、まあ、これもよく合ってるので、うん、バッチリ出てます、はい、ありがとうございます、はい、このコンソメにもワインにも別に負けてるわけでもないですし、お互いが、うん、ちょっと出汁感みたいな味が、 そうですね、それも合ってるんですね、はい、じわっとこう味わいにこうにじみ出てくるというか、美味しいです。美味しい。次はピノノワールですね、うん、ピノノワールはですね、チキンとかね、そういった食材なんかは合うんですけど、まあ、サラミとかね、こういうのもいいかなっていうのも思っていたりとか、これが一番いいかなって思ってるのは、はい、ベビースター、ベビースターラーメン、はい、チキン味、はい、おやつカンパニーさんのベビースター、はい、はい、じゃあ試してみましょう。ベビースター、ベビースターどうぞチキン味強調されてますけどね、はい、ポルトワインに合わせるっていうのもちょっと面白いんですけど、はい、うん、どれぐらい掴むかが結構難しい。うん、美味しいですね。あ、美味しいです。うん、はい、醤油もありますよね。これ、はい、醤油感もこのピノのフレーバーとあのよく合ってますし、チキン味なんですけど、本当にチキンのこうフレーバーがあって、ピノノワールとまさに鶏肉の煮込みとかね、はい、タレ焼きみたいなフレーバーをこう合わせてるような感じで、あの非常によく合います。ありがとうございます、はい、なんか懐かしい、うん、懐かしいですよね、うん、チキンのなんて言うんですかね、この醤油の味わいと食感ね、はい、はい、合いますし、うん、香ばしさみたいなのも、うん、はい、よく合います、うん、ちょっとスパイス感がね、うんうんうん、ワインにも はい、あって甘い感じのスパイス感があって、それもよく合ってるなと思います。はい、はい、では次がシラーズですね。はい、シラーズはね、決めてましたというか、チョコが合うなと思って、
ですよ、はい、純粋にチョコレート感があるもので香ばしさもあるみたいなものはチョコチップクッキー、はい、これが一番いいかな。はい、こちらこれです、はい、チョコ感がねしっかりあって、はい、クッキーの香ばしい感じもロースト感に合うんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はい、ちょこれいきます、はい、うん、好きです、うん、チョコ好きなんですよ、うん、チョコのね香りがしらずね、はい、ありますからね、はい、バッチリですね、うんうん、もう味もしっかり合ってるし、はい、甘みも合ってるし、うん、風味も合ってるし、クッキーのチョコの中にワインがぐーっと入ってくる感じがいいですね。染み込んでいって、はい、よくお菓子とかでもリキュール使ったりとかお酒使ったりするじゃないですか、はい、染み込ませたりとかするじゃないですか、はいはい、そういう感じに仕上がっていて、うん、新しいデザートができたって感じですかね。でよく相性がいいし、はい、甘みの加減とかその果実の甘さがさらにフルーツ感も少し加わるんでデザートになった感じっていうんですかね、美味しいです、豪華になった感じ。最後ですね、カブレーヌ・ソーヴィニヨン、はい、うん、まあこれはもうあれです、肉料理ですね、はい、はい、ジャーキーですね、はい、これです、はい、ジャーキー、おつまみジャーキー、はい、ありがとうございます。ビーフですね、ビーフジャーキー、ね、色も合ってますよね。そうですね、雰囲気がね、はい、イメージはやっぱりカベルネソビニョンなんでボルドーとかそういうあの肉料理と、まあ、ボルドースタイルのワインって合わせる、でそれってやっぱタンニンとかこう香ばしさとかスモーキーさとか、まあ、そういったスタイルに対して、まあ、肉料理でしかも、まあ、赤身で鉄分的であと咀嚼するっていうんですかね、噛んでいって味が出てくるとかいうようなこのテクスチャーがあって骨格があるカベルネ・ソーヴィニヨンに合わせるならこれだなっていうのは、まあ、この中ではやはり思いました。ちょっと合わせましょうか、はい、黒胡椒が効いてるって感じですけど、はい、これがまたいいですね、はい、うん、フレーバーもちょっと鉄分的な要素があってでスモーキーで美味しいです肉のやっぱ旨味が出るんですよね、噛んでいて油脂質感もあるしタンパク質もあって、スパイス感もあってでタンニンがお肉の、まあ、味わいにこう吸着していきつつ、味わいをこう引き出してくれるような印象、若干辛みとかスパイス感もあるんですけどワインもあの同じような風味も持っていて、まあ、強さも負けてないと、まあ、カベルネソーヴィニヨンってタンニンも持続性が口の中にあるのででそれが噛むごとにそのタンニンとの吸着もしっかりあってペアリングがずっと口の中で相性の良さがずっと続いていくっていう、そういった組み合わせでよく合うと思います。ありがとうございます。さて、すべてのテイスティングが終了しました。はい、白ワインの結果がこちらになってます。いいですね、なんか、はい、いい感じになりましたしよく相性も良かったと思います。特にペアリングなんですか。特にはこれですかね、この組み合わせ、はい、ピノグリージョとバッチリチータ料理とワインのペアリングって感じでしたね、まさに、はい、手軽に楽しめていいですよね、はい、バッチリでした、はい、はい、じゃあ次は赤ワインの結果です、はい、いい感じですね、これもね、はい、はい、雰囲気合ってる、うん、うん、色合いも全部いい感じに揃って、はい、これもすごいですね、はい、意外な組み合わせかもしれないですけど、はい、美味しかったです。結構論理的に合わせてますからね、これね、はい、あ、特に、はい、特にはこれですかね、やっぱりね、このチョコチップクッキーと知らず、はい、めちゃくちゃ相性が良かった、まあ、まさに溶け合ってたんですね、バッチリペアリングしてました、はい、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんもピーチペアのワインと身近なお菓子やスナックとのペアリングを楽しんでみてください。エノテカ公式 YouTube ではワインをもっと楽しむコンテンツを随時配信していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。